わっさっ、いや、ピマラです。はい、ということで今日はこのストリートマックスがなんとショップに半額で売られているということで使っていきたいと思います。いや、このスキンガチで皆さん買ってください。もうね、買ってほしい。安すぎる。まず安すぎるんですけど、これ俺サイドか、サイドか。いやー、でもバスターと動きたい。そうで、このスキンなんで買った方がいいかっていうと、これモサスキンって言われていて、マックスのスキンの中で一番使い勝手がいいスキンだと、言われています。まあ、その理由は他のマックスのスキンがちょっとね、でかすぎるっていうのもあるんだけど、そう、でかすぎるんよ。あのコニーマックスとかね、まあ、あと色味とかもいろいろあるんですけど、まあ、全体含めてこのスキンが一番いいと言われています。で、結構スラッとしたやつで、なんだ、パンサーなんだっけ、パンサーみたいな、パンサーマックスみたいなあるじゃん。あれもいいんですけど、あれ弾が細すぎるって言われてます。はい、まあやっぱマックス使う人ってちょっとね、そういうねとこ、細かいとこ気にする人多いんですけど、まあそんな中ね、あの天才さんだったりとか、指定担保もそうだし、もうみんなプロ、みんなこのスキン使ってますね。そう、まあだから俺逆にこれ使わないんですけど、でもね、それぐらいこのスキンはやっぱそういう人たちからしたらかなり強いって言われてて、いいよねって言われてるスキンなんですよ。はい、それがなんと半額でね、来ているということで、絶対買った方がいいなと、個人的には思っています。さあ、やっていきましょう。そう、なるほど。これ、モーティスに合わせるか、モーティスどこ行くんやろな。左な。俺、真ん中でもいいか、これ。アンジェロ真ん中よな。さすがにアンジェロか。一応ね、スタパーね、ウルト玉の方を使ってるんで、そっちの方が強いっす。今はね。昔はなんかリロードの方がやっぱ強いって言われてたんですけど、最近なんか味方をね、思う気持ちが大切らしいんでね。オーブナ！こうやってね、モーティスみたいな突っ込む系がいるとすごい楽。だ、タンクとかね。タンク系だったりとか。まあ、あと、ニタとかとも相性めちゃくちゃいいっすね、正直。これ俺やられそう。これね、ちょっとウルト貯めつつね。オッケー、一旦下がる。まあなんかマックス使うときにミッドのやつが来たら、これ野良なんだけどね、ミッドのやつが来たら、まあちょっと寄り添ってあげる感じがいいかもな。これまだちょっと怪しいから、うひゃ、危ねえ。ナイス。そう、だからミッドに寄り添ってあげるとかなりいいっすね。オッケー、ナイス。これちょっと味方がモーティスでよかったわ。これ引っ込み系の感じやったらちょっとしんどかったけど、ナイス。アンジェロ、おい、国際救済キャー、レッツゴー。はい、さあ、帰っていきたいと思います。メロディーマップ変異なしで来たんでね、結構やりやすいんじゃないでしょうか。まあ、マックスね、マジね、野良だとね、そんな強くないんですよね。結局、味方、ちょっとね、マックス味方頼りになりつつあるから、今の環境。残念ながら。あ、逆やん！あ、逆やん！あ、逆やんけ！タイミングバッチシだったのに。逆やったわ。ガチか。メロディーマップすぎて。頑張れ、頑張れ、頑張れ、頑張れ。オッケー、次は止めて。オッケー、次は止めて。てか、ファングナイスだな。オッケー、行ってこい。お前が行くんだ。お前ならいけるやろ。オッケー、オッケー。ちょっとオートエイムした。これちょっと木を待ちの。あ、最悪や、これ。配置あんのに配置使えなかった。あ、終わったわ。最悪。まあでももうウルト溜まるから、うひょー、死んでいく。ノー。さあ、行きましょう。あー、これこれ、こういう編成、こういう編成。そう、結局こういう編成。まあ、もしくはサンディとか、なんかウルトが溜まると強い系、サンディ、ニタ、ファング、プリモ、
そこら辺とね組み合わせるとガチで強いです。マックスは輝きを放ちます。今のはちょっとエイムが悪かった俺が。ナイスすぎん。あーいいね、このカバーナイス。こういうのもこういうのも、まあ、ちょっとね一旦待ちですよ。これでちょっとあれあいたいた。おおプリモ、お前そこにウルト使ったらさ次がないよあんた。まあ一旦ね、ファングウルト、これさファングのウルトってさウルト避けれるっけガジェで。よし行ってこい。うんうんうん、うわー、ゲイ。いや、今、ウルト貯めときよかった、俺。ミスった。ああミスった。まあまあまあ、この二人がガンいけるから。どう入った？わーお。そう、こういう編成がさ、強いんですよ、本当に。はい、ということで、まあ、さっきいい試合取れてたんですけど、なんか録画されてなかった。最悪。よし。まあ、結局このプリモとかサンディとかニタとかそこら辺と組み合わせるとめちゃくちゃ強いですよっていう。まあ、ファングも同類ね。ウルトが強いキャラね。近づいてウルト貯めなきゃいけないキャラクターで、あとジーンとかね。ジーンはなんかその回復が強いから、その回復と組み合わせると強いみたいな。言いますよね。OK。まあ、プリモがウルト溜まってるんで、まあ、僕もウルト溜まりそうなんで、まあ、結局さっきも言ったと思うんですけど、お前入れちゃうんかよお前、嘘でしょ。はい、ということで最終評価やっていきたいと思います。今回もこんな感じで点数つけていきたいと思います。じゃあまず見た目から。見た目は4段階中3点でございます。まあね、あのシンプルイズザベストということでね、はい、かなり俺は好きですよ。うん、ただ4点にするにはちょっとなんかね、あの素朴感があるということで、まあでもその素朴感がね使い勝手がいいと言われている理由なんじゃないでしょうか。はい、次エフェクト。エフェクトは、5段階中2点でございます。はい、通常と同じですね。ウルトも、攻撃も通常と同じ。まあこれがここ点数2点だけど、これが使い勝手につながっているんじゃないのかなって思います。じゃあ次入手方法。入手方法は3点中2点でございます。エメでもジュエルでもいつでも買えるということでね。しかも破格の 79M、 しかも今回 50% オフ、1日限定なんですけども、39M、はい、だった気がします。はい、もうこれはもう今買うべき、まあ、むしろ本当に買いやすすぎるから。ただウルトラ、あ、じゃあ卵のウルトラレアで 7% の確率で出るらしいんでね、はい、それで出た人はもちろんナイスらしい。まあ出る可能性があったとしても、まあ、こっちを買っといて他のスキンが出るようにするってのは、まあ、全然いいかなと思います。結構安いのはあんま来ないから、そう買っといてもいいと思う。最後、最後じゃねえ、次音は3段階中2点でございます。まあ通常と一緒っすね。まず見た目だけ本当これの違うのは。最後使い勝手。使い勝手は3段階中3点でございます。はい、まあやっぱ使い勝手がいいと言われています。なんだろうね、なんか通常と一緒なんじゃないのとかちょっと思うじゃん。違うんだよね、なんだろうね、俺もねあんま分かんない正直言うと。まあ、ただモサのスキンということで、まあモーティスのさ、何ローグモーティス、あそこら辺とちょっと近いかもね。あれもさなんかモサスキンっていうじゃん。まあ、だからこのマックスを使ってると、まあモサですよみたいな。はい、強く見える。うん、強い人が使ってるよねっていう感じはする。はい、ということで、合計が、見た目3点、エフェクト2点、入手方法2点、音2点、使い勝手3点、合計12点でございます。まあ、点数は低いとは思うけど、まあ安い、とにかく安いので、買うべきだと思います。うん、まあ避けやすい、どうなんだろう、避けやすい、なんかみんな使いやすいって言うんよね。まあ俺も使いやすいとは思うけど、何がって言われたらちょっと分かりづらいかもしれない。はい、まあ高くはないんで持っててもいいんじゃないでしょうか。ということで終わりましょう皆さん。それではまた、バイ。